皆様こんにちは。ここは滋賀県高島市今津町杉山山中集落から原道に戻ってきたところであります。こちらは国道303号と367号の重複区間でありますが、旧道の跡らしき場所を結構見ることができます。本日も今津と若狭小浜を結ぶ栗藩街道についてです。熊川まで旧道を中心に巡っておりますが、前回は宝坂から神社跡などを見て三坂峠へと行き、その後は関所があった山中集落を見てまいりました。そして今回はこの先寒風トンネルの旧道を紹介いたします。地形図には表示されていませんが、アップをするとなんと道が表示されましたが、これが旧道です。寒風トンネルを越えると上大杉、下大杉の集落を通る旧道を経由して熊川まで行きます。熊川は若狭、すなわち福井県です。ということで、まもなく寒風トンネルですが、トンネルの手前にはガソリンスタンドがあり、さらに採石場があります。そして寒風トンネルです。寒風トンネルは1980年昭和55年に開通しております。したがってそのトンネル近くを見渡すと、きっと旧道が見つかるはずです。周囲を確認するとトンネルの手前に左側へと曲がっていく道を発見いたしました。これこそが寒風トンネルの旧道、そして江戸時代からの栗藩街道のルートでもあります。車が来ないタイミングを測って旧道の方へと行きました。すると標識がありまして、この道路は廃道ですので入らないでください、滋賀県と書かれていました。滋賀県という文字は葉っぱによって隠れてしまっていますが、まさに滋賀県公認の廃道ということになります。注目すべきは廃道の廃という字。一般的にはまだれが使われますが、ここでは山いだれが使われています。いかにも恐ろしい雰囲気が漂ってきます。安全第一のためこの標識に従ってこれより先へは進みませんが、カメラをアップしてみますと道路が荒れている様子がよくわかります。寒風トンネルの旧道栗藩街道についてはトンネルの反対側からもアプローチします。一旦現国道の寒風トンネルを歩くことにしましょう。寒風トンネルにも歩道がしっかりと整備されていますので安全です。トンネルを歩いていると後ろから自動車が迫ってくるような大きな音が響いてきますが、さすがに何度もトンネルを歩いてきましたので、トンネルの雰囲気にはだいぶ慣れました。トンネルを出てまいりました。トンネルを出てすぐにあるのが新寒風川橋です。ということは新のつかない寒風橋があるわけですが、それがあるのが旧道ということになります。新寒風川橋から寒風川を見ています。この川は琵琶湖淀川水系ではなく北川水系です。さて寒風トンネルの旧道栗藩街道でありますが、新寒風川橋を渡ったところからアプローチすることができます。車が来ないタイミングで国道を渡りまして、こちらが旧道です。車止めが設置されておりましたので車はこれ以上進むことができません。私はもう少しここを進んでいきます。道路は1980年以降長く使われていないためか、苔や草が生えているのを確認できました。またオレンジ色のセンターラインも確認できます。落石注意の看板は結構新しいようです。私のように散策に来る人に注意を促しているものとみられます。そして少し進んだところに面白いものがあります。それがこの2つの岩です。
実は文字が刻まれているので石碑となります。右側の石碑、1823年文政5年に設置されました。はっきりと読める文字は南無阿弥陀仏です。これについては今津町史に解説が載っておりまして、道部神、すなわち道路の修繕工事を行ってきた玄道という人物が亡くなり、工事が中断したため彼を供養するとともに工事を引き続き推進したいということを表しています。一方の左の石碑は1831年文政13年に設置されたもの、既成道祖神云々ということで安全を祈願したものです。江戸時代からの石碑が今も残っていることには驚きですが、この先は江戸時代、雪崩や大雨の被害がかなり顕著であった場所です。この道路かなり荒れております。そしてこうした廃道で時々見かけるものといえばこちら、廃車です。そしてこの先、落石が目立ちまして道路も一部崩壊してしまっております。そして例の廃道を示す標識があります。廃道を示す標識の先にあるのが寒風橋です。標識に従い寒風橋より先には行きませんが、寒風橋は江戸時代久里浜街道の難所でした。大雨の時はたびたび寒風橋が流されました。そのたびに街道を通る大見川の村々によって、また時には球磨川も協力してたびたび架け替えが行われました。さらに寒風橋周辺はたびたび雪崩も発生し、死者が出るという記録も残っているようです。また大雨、大雪の時は物資の輸送が滞るという事態も発生しております。この寒風トンネルの旧道については道路マニアの中では割と有名なようです。こちらに来る時、今津町史といった文献に加えてインターネットで下調べをしてきたのですが、この道路について紹介したウェブサイトはたくさんヒットいたしました。ということで寒風トンネルの旧道の見学は以上にして原道に戻りました。寒風トンネルの旧道は滋賀県公認の廃道として有名ではありますが、かつては久里浜街道の難所としてたびたび自然災害に見舞われた場所だったのです。そして寒風川を渡りますと間もなく若狭に入ることになるんですが、再び旧道が分かれますので旧道へと行きます。少し進むと小さな集落があるのですが、これが上大杉の集落です。現在は今津町杉山となっておりますが、前回も紹介した通り杉山は関所のあった山中とここ上大杉の合成地名です。もともとは上大杉村でした。道路の色が明らかに変わっている場所がありますが、これが滋賀県と福井県の県境ということになります。県境はこちらの谷川、ここを越えると若狭、すなわち福井県になります。福井県若狭町球磨川です。あざが大杉ということで、近江の上大杉に対して下大杉ということがあります。下大杉は久里浜街道の宿場があった球磨川よりも先に開発された場所です。この地については江戸時代以前、鎌倉時代頃には関所が設置されていたようです。横を流れているのは北側です。上大杉で先ほど見ました寒風川と天津川が合流して北側となります。ここには少し珍しい水路橋がありました。下大杉の集落を過ぎると再び玄道と合流します。少し歩きますと道の駅若狭球磨川宿に到着いたします。ということで久里浜街道の旅はここまでといたします。球磨川の町並みについては以前西日本 JR バスの若光線を取り上げた時に少しだけ紹介しましたので、そちらを参照ください。景観が非常に良い場所ですので、
球磨川もおすすめの場所です。歴史のある栗藩街道をぜひ歩くなり走るなりしていただければと思います。それでは今回はここまででございます。皆様ごきげんよう。